19歳以下の女性が選ぶ、かっこいい、スノーマンのシングル曲ランキング。2位は、グランジャー。1位はネトラボでは、2024年5月17日から5月24日に、かけて、スノーマンのシングルでかっこいい曲はどれというアンケートを実施していました。男性アイドルグループとして、人気の、スノーマンは、デビューから、数多くのヒットシングルを発表しています。 本記事では寄せられた投票の中から19歳以下の女性の結果に絞ったランキングを紹介。果たしてスノーマンが発表したシングルの中で19歳以下の女性から人気を集めたのはどの曲だったのでしょうかランキングを見ていきましょう。第2位、グランジャー。グランジャーは2021年1月にリリースされたザ・ The シのののの枚目ンングルでであり、その存在感と魅魅力で多くのファンを魅了しています。この曲は人気テレビアニメ「ブラック・クローバー」のオープニングテーマとしても使用されそのパワフルなメロディと共に視聴者の心をつかんで話しませんこの曲のメガボルトではメンバーがシンクロしたダンスパフォーマンスを披露しその圧倒的なパフォーマンス力で多くの注目を集めました 特にダンスの精度とダイナミズムが視聴者に強烈な印象を与え、ファンたちからは絶賛の声が上がっています。グランジャーは単なる楽曲以上の意味を持ち、その壮大なスケールとエモーショナルなメッセージが聴衆の心に深く響いています。ザ・シックスのメンバーはこの曲を通じて彼ら自身の音楽的な成長を示し、 新たなステージに挑戦する姿勢を示しています。さらに、グランジャーはその音楽的な才能だけでなく、アニメファンのコミュニティでも熱狂的な支持を得ています。アニメと音楽の融合が生み出すシナジー効果は、両方のファン層を広げ、新たな可能性を切り開いています。ザ・シックスは、グランジャーを通じて、 単なるバンドとしての枠を超え、エンターテインメントの新たな地平を切り開いています。彼らの音楽は、単なるノートの組み合わせではなく、感情と共鳴する力を持ち、聴衆の心を熱くすることに成功しています。このように、グランジャーは、単なるオープニングテーマ曲を超えた存在であり、その音楽性とパフォーマンスの魅力で、世界中の多くのファンを魅了し続けています。 今後も彼らの活動から目が離せないことは間違いありません。タイトルのグランドールはフランス語で自然などの雄大さや壮大さ人格などの気高さなどの意味を持つ言葉です。進化を続けるスノーマンにぴったりのタイトルですよね。第1位 W2023 年3月嵐のシングル W がリリースされその衝撃は 日本の音楽シーンに広がりました。このシングルはグループにとって8枚目のシングルとして登場し、特筆すべき A 面曲として W をフィーチャーしています。この曲は桜井翔さん主演の人気ドラマ大病院選挙と新空港選挙の主題歌としても使用され、ドラマの世界観と音楽が見事に融合しました。W は そのダイナミックなサウンドとともに、リスナーに深い印象を与えることに成功しました。歌詞の中には、力強いメッセージが込められており、嵐のメンバーそれぞれの個性が光るアレンジとなっています。特に、ドラマのシーンとともに流れる、W の音楽は、物語性と感情移入を促進し、視聴者やファンに強い共鳴を呼び起こしました。このシングルのリリースは、 嵐のファンにとって待望の瞬間であり、同時に音楽愛好家にとっても注目すべき出来事でした。彼らの音楽の進化と成長が反映された W は、彼らのキャリアにおいても重要な位置を占める作品として、多くの賞賛と支持を得ました。嵐は長年にわたり、日本のポップカルチャーにおいて、不動の存在として君臨し続けていますが、 W のようなシングルのリリースを通じて彼らのアーティストとしての深みと多様性がさらに際立つ瞬間となったことは間違いありません。今後も彼らの音楽から目が離せない理由がこのシングルからも伺えることでしょう。本作は二面性がテーマの楽曲で疾走感あふれるロックサウンドが印象的。YouTube バージョンのメガボルトでは白と黒を基調に クールなビジュアルがメンバーのかっこよさを引き立てています。サビ以外は基本的に二人で歌う構成を採用しておりメンバーの歌声を堪能できる楽曲です。スノーマンがミラノコレを席巻。メグロレンはフェンディのショーで人気韓国アイドルと共演。スワロフスキー、スノーマン渡辺翔太。2025年春夏メンズファッションウィークの季節が到来。 ミラノファッションウィーク2024年6月14日から6月18日に参加した豪華セレブリティのスナップ速報をお届けします。スノーマンの渡辺翔太さんは2024年6月16日に行われたスワロフスキーマスターズ・オブ・ライトのオープニングレセプションに参加。ゴージャスなスワロフスキーを身につけて登場しました。フェンディー、スノーマン・メグロ・レーン。 2024年6月15日に行われたフェンディ2025年春夏コレクションには同ブランドのジャパンメンズアンバサダーを務める目黒蓮さんが来場シャツとハーフパンツの爽やかなセットアップにリンゴのチャームがついたバッグを合わせた遊び心あふれるルックを披露しました会場にはストレイキッズバンちゃんグローバルメンズアンバサダーのニコラスガリツィンなど 豪華ゲストが来場し、ファッションウィークならではの貴重な共演が実現しました。スノーマン、向井孝二、鼓動が高なる、超接近戦、バイラ病死にドアップで登場。スノーマンの向井孝二が、6月28日発売の、ファッション誌、バイラ終栄者8.9月合併号特別版病死に、登場する。スノーマンの向井孝二が、 6月28日発売のファッション誌「バイラ集英社」8.9月合併号特別版表紙に登場する鼓動が高なる超接近戦となった向井登場の表紙同号では向井の特集を8ページで掲載する読者から好評を博しているスノーマンと市場デート企画第9弾として向井浩二君とドキドキの近距離デートを楽しめる ハーフパンツのパジャマ姿でくつろぐ向かいのリラクシーな魅力あふれる表情は必見だ。バイラ8 9月合併号通常版の表紙を飾るのは同志のレギュラーモデルで俳優の佐藤しおり15年ぶりに伸ばしていた髪をバッサリ切って新規一点。新鮮な表情でブルーのブラウスを爽やかに着こなしている。同号には 佐藤自ら新しい髪型に合う私服をセレクト着用して撮影したクローズアップ特集を掲載している。バイラ発展9月合併号は集英社より6月28日発売。価格は800円税込み。ハーフパンツのパジャマ姿でくつろぐ向かいのリラクシーな魅力あふれる表情は必見だ。バイラ発展9月合併号通常版の表紙を飾るのは 同志のレギュラーモデルで俳優の佐藤しおり、15年ぶりに伸ばしていた髪をバッサリ切って、新規一点。新鮮な表情で、ブルーのブラウスを爽やかに着こなしている。同号には、佐藤自ら新しい髪型に合う私服を、セレクト、着用して撮影した、クローズアップ特集を掲載している。バイラ8点9月合併号は、集英社より6月28日発売。 価格は800円。スノーマン・メグロ・レンが主演ドラマ、海の始まり予告動画を公開。バックナンバーの主題歌への思い入れも語る、本当に大切な存在。映像と主題歌がマッチした予告に、泣けるという声も殺到。メグロ・レン・スノーマンが、自身の公式インスタグラムで、主演を務める7月1日スタートのフジテレビ系、月9ドラマ。 海の始まりの主題歌が、バックナンバー、新しい恋人たちに、に決定したことを受けて、メッセージを綴り、主題歌が流れる予告を公開した。メグロレンス・ノーマンが、自身の公式インスタグラムで、主演を務める7月1日スタートのフジテレビ系、月9ドラマ、海の始まりの主題歌が、バックナンバー、新しい恋人たちに、 に決定したことを受けて、メッセージを綴り、主題歌が流れる予告を公開した。目黒連は、主題歌が、バックナンバー3で、新しい恋人たちにです。デモの段階から聞かせてもらい、感想だったり、歌詞のこと、ここが好き、ここのメロディーが震えるなどいろいろなことを話させてもらいましたと、早い段階から楽曲に触れていたことを明らかに。さらに、 家で台本を覚えるときは常にバックナンバーさんの声と音がすぐそばで僕に寄り添ってくれていました。最初のデモ音源から始まり週替わりでどんどん変化し進化していきあっという間に僕にとっても海の始まりにとっても本当に大切な存在になりましたと新しい恋人たちに絵の思い出を綴っている。目黒蓮の真摯なメッセージと 映像と主題歌がマッチした予告に。